大体パンフが350冊ぐらい、89年、はい、これ安越さんですね。そう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 、安越先生、これ伊藤先生と今井先生、今井さんの上なんだ。そうか、某事件でクリミアから犯罪者ばっかじゃないですか。いいんですか、これどこまで使えるんですか。始まりましたマジックチャンネルです。今回はですね、さあやってまいりました、スデュー。はい、どうもこんにちは。予備校業界一の予備校マニアですから、はい、任せてください。ここは負けないよ誰にもっていうね。予備校マニア度はそれでいいのかみたいな、誰にも負けない予備校講師ですね。どれだけマニアかちょっと言っちゃってくださいよ。まあマニアって言っても、まあいろんなマニアがいるんですけど、まあ僕はやっぱり主にですね、パンフ収集、予備校のパンフですね。まあだいたい90年代から始まり、まあずっと全部揃えて、今だいたいパンフが350冊ぐらいですね、ありまして、もう将来はもうパンフ博物館でも作ろうかなと。はい、そうですよ。予備校のパンフレットこんなに持ってるやついないですから。ちゃんとね、足使って集めるんですよ。資料請求はダメな邪道なんです。おお、なるほど。ちゃんと三大予備校、学生時代からですね、津田沼行くんですよ。津田沼かつてはね、三大予備校全部揃ってたんで、ちゃんと足使ってね、浪人生風の格好をしてですね、こうやってちゃんと集めて一周してぐるっと大体河合代ゼミ寸大の字に回るんですよ。なことやったりとかね。津田沼はこう予備校銀座なんて言われますからね、大体集まってるわけですけどね。でそれをこうずらっとこう並べてね、で夜な夜なこうパンフ読むわけですよ、大学時代とかね。で夜中1時ぐらいに読み始めて、こう読み込んで気づいたら朝5時だったみたいな、そんなことをやっていましたね。私もね、代ゼミのパンフはずっと集めてました。無料授業がもうシーズンごとに行ってました。シーズンごとに、あ、それ俺もなんですよ。大体体験授業ごとに体験授業行ってましたよ。大学卒業しても行ってた。ああ、やっぱりそれはやっぱり必須ですね。マニアじゃないですか。必須です。マニアっすよ、マニア。僕は代ゼミマニアだ。代ゼミマニア。横浜校もだから2つあったから、昔は校舎が横浜のはしごとかしてましたもん。こっちの体験授業出て、その後反対側行って。いや、それ全く同じだから。代ゼミのパンフっていう話が出ましたけど、昔のパンフ、何このパンフレット、僕が持ってるやつだとこれ一番古いです。なんですかこんな形、バブル真っただ中のですね、ちっちゃいイメージ。代ゼミのパンフレットって89年、超昔。もうこれね、もう何がすごいってね、まず開くじゃないですか。もうこれどこだと思います、これ。すげえ、武道館、武道館ですよ。武道館でやってましたね、入学式ね。89、鬼塚先生とか。そうそうそう、その時代ですね。はい。でもここに書いてあるね、あれだと年間80万人の若者がここで学びってこと。80万、センター試験超える。代ゼミだけで。東進のこれ見た、ブログで。そう、僕ね、ブログの方で予備校パンフ紹介シリーズっていうのをね、出してまして、最近ね、この違法で上がってるこの人たちの授業、違法でね、そう、それ上がってる。これ安越さんですね。そう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 、安越先生、これ90年代の。はい、だから竹山さんがねトップでね。そうですね、PPPPPPP これね、業界これちょっとまだまだ知ってる。オリブスチャンネル怖い。三輪さんとかね。三輪先生どんだけベテランなんだよね。そう、最近までこの写真でしたよね。そう、ずっとこれでも全然違ったけど知ってる。すげえ、これ大丈夫。このページすごい。こいつはすげえな。これはすごいわ。伝説の講師ですよ。安越先生。安越先生がいますよ。これね、いっぱいもらえるんですもんね、だってね。寄贈してくれるんですよ。全国にいるその予備校マニアの方々が送ってくれますね。これ新登場なんだ、まだ。グリデン古文の。グリデン先生。グリデン先生が新登場。ああ、永田先生いますから、永田先生。ね、関先生の師匠ですからね。うわ、すげえ。寸大です。 Just do it ってこれナイキでしょ。 Just do it ってどっちが先なんですかね。これ94年ですね。94年、誰いるんですか。もちろん伊藤先生が、伊藤和夫先生、伊藤和夫先生がいらっしゃいます。伊藤先生のですね、コメントがね、伝説。今井さんいる。今井さんもいる。伊藤先生と今井先生って、もうこのね、何も書かない、何も書いてない。今井さんの上なんだ。そうか、これだから亡くなる3年前ですかね。うわー、これなんか見ちゃうわ。これ中本さんいるじゃん。めっちゃ撮ってる。いや、わかります。これはね、やっぱかなり貴重ですね。バブル期でね。野島先生いる。野島先生かっこいいんですよ。野島先生写真使っていいかな。秋山仁がいる。あ、栗原先生いる。最近の子はやっぱ栗原先生で東進のイメージなのかな。ってことは、まあ河合もあるってことなんじゃないですか。ということは、はい、ほぼ同時代になりますね。これ93年ですね。はい、ここにもですね、はい、今井先生がいるんです。あ、そうだ。今井さんね。でもひげ生やしてない。本当だ。93年。3年で94でこっちに移籍してる、ね。移籍してると。そうなんです。河合はね、これ今のパンフと写真変わんない先生多いですね。なんかだから見慣れた先生の写真の感じだなと。小森さん若いし、酒井先生も若い。いやまあもうだから見かける先生いるんで、やっぱ校舎とか。やっぱ全然違いますよね。全然違い。プラス25年とか。全然違う。園田さんいないんだ。あ、園田先生ね。園田先生はまだここの時はいない。安倍さんいる。土屋先生。おお。文明ちゃん5年後6年後ぐらいにヨゼミに移られる。いやこんなに楽しんでもらえたら嬉しいですよ。森手さんね、完全予備校マニアです。もうセンスあり。こっちの世界来てください。予備校マニア界隈ね。もう一回ブログで見てるのに見入っちゃう。あれずっと拡大してめちゃめちゃ見てるのに。やっぱりね、予備校講師って面白いんですよ、見てて。教師でもないし、研究者でもないし、中途半端な受講師でもないですよ。だから偽物なんですよ。だから偽物なんだけど本物なんですよ。偽物にして本物。これですね。そこにやっぱりね、魅力がある。Just do it。やるな。今はそんな時代じゃない。この頃は本当 Just do it。まあそうですね。西さんも富田先生も言ってたけど、みんなもうパッと入ってパッと慣れたっていうか。あ、僕だってヨゼミに富田先生の講演見に行ってて。入ったきっかけとか。あの時来てたんですか。いたんですか。行きました行きました。先頭にいたん。あ、先頭にいたんだ。じゃあ見てる後ろから。富田先生息遣いを肌で感じる。マニアじゃないですか。やっぱり。そこはマニアですから。僕はだからヨゼミの大一先生っていう若手の英語の先生と一緒にヨゼミ講師と見てましたから。あ、そうなんですね。僕は参考書博物館の館長と一緒にいました。いるんですよそういう人が。じゃあ質問してたりとかね。質問してたのは予備校研究してる大学院生。そう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 。知り合いがいた。京都大学で。そう予備校研究してるんですけど。ってね、質問してた。同じ場にいるっていうね。どんだけ予備校マニア。予備校マニア集結の会。あれ良かったですよね。あの時ヨゼミで映像が流れてたんですけど、僕あれで初めて菅野有効先生が動いて授業してるとこ見たんですよ。なるほど、確かに。あれはめっちゃ貴重です。立体パネルが出来上がってる様子。あれ初めて見ましたね。あ、ヨゼミスーパーカタログじゃないですか。これはもうね、2003ってことは、すみませんね。2003ってことは、いわゆる五天王の時代ですね。ああ、そうです。英語が四天王から5になったあたりですよね。で揃ってます。今井先生いて、で富田先生いて、中本先生いて、西さん西谷さんっていうこのね5代。まあ本当一番いい時代ですね。一番いい時代なんだ。いやーもうサテラインの体験授業とかね受けまくってましたけど。そうだったんですね。だからね、この時代はこの時代でまだまあそこそこ生徒いたんですよ。まだ2005ぐらいからやっぱり全体的にガーッと来た感じがあって、小倉先生、そう小倉先生この間会ってきたけど。あ、本当ですか。ああ、佐藤幸太郎、はいはい、木原太郎、はあ、懐かしい。あ、まだ慶大英語やってる。それで西川正一さんがね慶大英語慶応出身でね。ああ、吉脇さんのこの間代行した。へえ、高校派遣で吉脇さんに代行した。あ、高校派遣。水野さんね、水野さんの代わりもやった。寸大言われましたね。みないさんとかね。はい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 。あ、大木先生。おお。ヨゼミに酒井さんいる。そこ刺さりますか。そっか、数学のページは詳しくなかったですからね、僕ね。はいはい。某事件でクビになった。これどこまで使えるんですかこれ。ああ、木山さんが出てきた頃だ。ハロゲンじゃないですか。亀田先生。会えるとこまで来たんでみんなに。直接会うとね、やっぱり全然入ってくる情報が違いますね。伊藤賀一先生がめっちゃ詳しいんですよ業界に。あ、そうなんですね。先生とはい2年前会った時に。ユッキーと大泉さん。本当に怖い怖い。お亡くなりになられたりとかね。そうですね。だって森手先生とこうやって喋る中で新しいマニアとしての情報とかも入ってくるんで、すごいね楽しいんですよだから。予備校講師になってよかったなと。こんなの書いてないですからね。誰と誰が仲悪いとかね、犯罪を犯したとかね、書いてないんで。いやでもね、これ本当ねマニアにはおすすめですよ。これだって扉にね、本書は予備校創立人物像から教育魂を導き出し、社会が目を向けることがなかった予備校を真正面から見据え、予備校を網羅した稀有な内容であり、文部省管轄外の尊い赤ひげ教育者を現代社会に呼び返らせた初めての書として万人向けで編集されているって書いてあるんですよ。嘘をこけって話じゃないですか。誰が興味あるどこが万人向けなんだ。使えない話をこんなにバンバンしちゃったよ。どうなんだろう。ちょっとねこういう名詞がね、いやでも本当にね YouTube 楽しいですね。なんかね YouTube をやるってことによって誰か出てくださいっていう関係が生まれるんで、なんかそれが楽しいですね。いろんな人と会えて。はい、今回おいでいただきました。ありがとうございました。さよなら。すずゆチャンネルよろしく。